まあ本当過去にね、僕もオンラインゲームたくさんやってきましたけれど、なんかね、感じた、今回の件は過去別のゲームで感じた香りをね、嗅ぎ取った。あ、このゲーム、死が近いぞっていう。Apex のシーズン0の、マッチした瞬間、中華音声が一生流れる。シャンション、ションシンファー、新章シャンシンフォーみたいな、あの時期も、あ、このゲーム終わったわって思ったんだけど。てか、まあ、終わってたでしょ、あの時。実際。僕、その瞬間、まあ、PUBG 帰って、あの時期はね、PUBG やってましたけれども。で、まあ、そっから、まあ、新マップの実装とか、あと、まあ、ランクマッチが本当によくできてるね、Apex は。マジで面白いと思う。どんぐらい面白いかっていうと、やっぱ今回、その、ランクマッチ、の僕の位置はプレデターキープできるかみたいな配信の影響力がもうまんま出てるじゃん。それって、そんだけの多くの人が、ランクに対して価値を感じてるんですよ。今は。まだ。本当に、同節3万とか4万とかが、僕ですら出るぐらい、そのランクそのものの価値が高い。これは別に僕が人気だからとかそういうのじゃなくて、Apex そのものが人気だし、Apex Legends のランクシステムが本当によくできているから人気。バトロワでこんなによくできたランクは多分今のところ僕は他のゲームでないと思う。っていうので、まあこうやってカジュアルはさ、すげえ楽しいんですけど、まあランクはね、今ちょっとまあなことになってるじゃん。で、さっき言った通り Apex のランクがマジでよくできてるからこそ、このランクがクソゲー、このランクのクソゲーが続くとするじゃん。じゃあみんなね、ランクに価値を感じなくなるわけよ。わかる？今、なんでランクをするとたくさんの人が集まって、なんでこう、プレデターになると、すごいっていう風潮があるのかっていうと、みんながランクに価値を感じてるからなのね。で、今のこの現状が結局続いていくと、だんだんランクの価値っていうのは低迷していくわけです。だんだんランクの価値が落ちていって、まあ、最後はこう、やってればプレデターに誰でもなれるみたいな。まあ、そこまでひどくはなんないと思うけど、まあ、極論、そうなる。で実際やっぱり今競技シーンのプレイヤーでランク回してる人はめちゃめちゃ少ない。明らかに僕より上手い人でもダイヤとか平気出るし、プラチナはさすがにあんまり見ないけど、これはまあ単純に時間的なリソース的な問題もあるけど、もちろんね、彼らは競技シーンで勝つのが大事だから、ランクを上げるのが仕事じゃなくて競技シーンで勝つのが目的だから、まあ、そのスクリームで、日々スクリームであったり反省会であったり、まあ、それ以外、まあ、その実生活もあるだろうから、その辺の兼ね合いで、まあ、ランク上げてない人も多いだろうけど、とはいえもやっぱ価値を感じてない人がすごい多いのよ。根本的に別にやんなくていいかなっていう。これは今競技シーンのみの風潮だと思う。で、結局これって今のあれが続くと、これが一般ユーザーにだんだん同じ空気感が降りていくわけね。別にランクって意味なくない、価値なくないっていう。上がってるやつは不正してるやつばっか、真面目にやってるやつはもういないみたいなっていう世界になっていくわけですよ、今後下手すれば。でまだランクの価値は別に落ちてない。まあちょっとまあそういう空気が出てきつつあるのはあるけど、まあとはいえ別にまだ致命的ではないと思うし、全然まだまだプレデターの750っていうのは僕はすごい価値があるものだと思ってる。やっぱりなるのは大変だし、すごい難しいと思うし、プレイスキルであったり、まあ、時間もたくさん必要だし、込み込みでめちゃめちゃ価値のあるものだと思うが、まあこれがだんだん低迷していくのは、まあ、さっき言った通り、そもそもランクがよくできてるから Apex が流行っているっていう見方をすると、結局ランクの価値が落ちれば落ちるほど Apex 自体の価値もすごい速さで落ちていくことになる。だってさ、今もさ、それこそなんかマスターチャレンジとかやっぱやってる人いたら、いや、スカピか。スカピにするか。やっぱ同節増える傾向にあるし、まあ、やっぱな、例えば今までダイヤだった人がマスターになったら、たくさん祝福がされる。本人ももちろんめちゃめちゃ嬉しい。来シーズンもエーペックス頑張ろう、みたいな感じになるわけじゃん。いや、素晴らしいと思うよ。これは本当に。
っていうのがなくなる未来はマジで見たくないわけですよ、僕は。この環境が守られるといいなって思ってるんですよ。あのね、そう、皆さん、日本において